はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、シルクスの塔ですね、登っていきたいと思います。で、ちょっと魔法をですね、賢者、回復系は2人持たせました。ケアル、ケアルラ、ケアルダ、ケアルガで、もう1人も、白魔法中心で揃えてます。攻撃魔法は、レベル7にリバイア、レベル8に、バハムルを、覚えさせてあります。これでちょっと登っていきましょう。で、進め方としてはまず1回宝箱回収して、どっちだこれ、こっちから行くのか。宝箱回収して、で、戻ってセーブしてザンで倒そうっていう、そういう感じ。強い、もう忍者の攻撃力が果てしなく強いんだけど。300か、全然食らないな。火力が高いで、戦っていくうちにレベルもどんどん上がっていくでしょうと。ブラク4体先制攻撃、全体攻撃がね、ないからね、忍者はその分。で、攻撃どうしても、クエイク使っていくか。クエイクだったらリバイアの方が良くない？どっちがいいんだろう？リバイア。リバイア、リバイアでいくか。一回戻るからね。なくなったらなくなったらしょうがない。タイダルウェーブ。強い。複数体出てきたら、これでいこう。リリスの口づけ、ゴモリー1体は、1個下バイオ使っていこう。で、エアロガだな。1つによって全然攻撃力違うな。ドレイン600、そこそこだね。いや、めちゃくちゃ上がる。チョコボの怒り、あ、ここも隠してるあったじゃん、ひび割れてんね、右側が。炎の魔人、これも単品だから単品用でいこう。殴ってくんな、ガチムチ勢で。ハイポーションは使っちゃっていいでしょう。レベル1の KR で回復っていうのもありだけど、シルクスの鍵を使いましょう。これで上に登れます。クリスタルタワー2階、いけ、こっち側じゃね、左か。クムクム先制攻撃されてんだけど、ブリザが600、サンダーが、こいつは魔法系か。どうしようかな。ブリザ側のところがブリザがしかないから、殴ろう。やることがない。4500とか、いや、押し切れ。次食らったら死にそうだけど、こっちもブリザ側で5000だ。1180でブリか。5700とか、アホみてに強えんだけど。武器がやっぱ全然違うんだろうな。で、左側から行って、左の宝箱は回復、バックアタックとかめんどくせえ。炎の魔人ブリザが効きそうだな。1200とか、いや、後ろだとだいぶ下がる。炎月輪は攻撃力下がんないからね。食らえ、弱点属性。2600 1300、いちいちチェンジしてるよりは、1体とかだったらね、ご利用しちゃっていいと思うんで。エリクサで、右側にアイテムがあったからそれは回収したい。で、クムクムは2体だから殴って倒そう。一番コスパがいい。チョコボの怒りくれんだ。で、ここがいけて、クムクム3、ち
チョコボの怒りって何個ある？どこだ？どこか使おう。で3番の方が実際ゲッ倒せなかった強いと思うんで1200とか食らうな。クレアじゃ倒せないか。魔法耐性が高いのかな。その代わり物理には弱いよね。いやハイポーションなくなんなこれ、あの使いすぎてると。まあ400くらいだよね。フェニックスので左側のアイテムも回収していきたい。ここはプリザバ使おう。いいね。エリクサ割と手に入るわ。エリクサ今回エーテルがないからね。エリクサで回復するしかない。なんだこれ変なのが出てきたな。ちょっと一回みんな攻撃しよう。2000、2500。押せ押せ。よし熟練度こう上がっていくとどれだけ変わっていくのかっていうのがよく分かんないかな。でこれ右側から行けて、でここも右側から行けて、え一回迂回する感じか。くむくむに2400で倒せないんだ。でもそれなりに当たる。ダメだ倒せない。熟練度は10で、エリクサすげえ入ってんだ。エリクサで4回でこうでしょ。ダークジェネラルちょっと強そうである。バイオ使うか。2900、まあ3000くらいの落ちて死なないか。288。でこっちの宝箱が欲しい。パターンは一緒。ナンバー4ちょっと攻撃手段が乏しいからな。なんか杖とか棒とか使えばいいんだろうけど、ちょっとケアルダにしよう。長老の杖これね、使うとケアとか、いやそれが見たかったんじゃなくて、精神とか知性とか上がるんだよね。精神が上がるからちょっと長老の杖は下に装備させよう。何も入ってない、知ってます。でこれで一回降りるのか。またくむくむ。さてどうする。攻撃的しかないよね。さゲッディスはでも死んだっしょ。モーションが入ったってことは死んだってことだから、死ななかったらそのままミスって出るからね。ちょ経験値がで、フェニックス、ここはもう魔法で一発で回復させよう。ケアルダを投入する。いいね、ケアルダで。単体だったら完全回復だ。で、こっち宝箱、フェニックス。で、またこいつか。バイオが減ってきたな。ここケアルダがあるからね、レベル5は。ブリザガでいこう。弱点見とく、ライブラ。把握しとくだけでも違うかな。7000、弱点は特にない。そうですか。でケアルーラ、うん800くらいは回復するね、少なくとも。でこうでしょ、でこうでしょ、
あと宝箱があるのが左側。炎の魔人、まあ、炎の魔人はどう考えてもブリザガだよね。エアロでもないというか暇だし、いやちゃんと棒使おう。あ、右にもあった。これ取ってエリクサーで炎の魔人先制攻撃、敵のね。で攻撃攻撃ブリザーガーで、なんか棒とか売っちゃったっけ、なんかねえな。まあいいか、ね、ラケーのやつがあった気がするんだよね。じゃあちょっとこの風でケチろ。1000か、まあまあまあ1000いってくれれば。で回復回復、エリクサーすげえあるなマジで。忍びか、ちょっとこいつらは強そうだ。リバイア使おう、ダブルリバイアでいこう。700400、ちょっともったいなかったかな、ダブルリバイアは。しかしこれで終わりだ、流される。3300とか、やはり知性の差か。どんくらい違う？ナンバー3の知性が62、51か、10くらい違うね。4回。で、ちょっとミニマップもちゃんと確認しながら行こう。ここはそのまま上か。で、5回。ダークジェネラル。一回バイオ唱えて、でこいつは神々のガキや。サンタカップ。で、見るからに。見るからに宝箱なさそうじゃない、ここ。ちょっと今ね、ミニマップを確認中。こうだな、ルートを構築する。ダークジェネラルと同じリア、神々の狩り1200、バイオ、バイオがそろそろ多分使えなくなる。そうするとナンバー3の攻撃手段をどうするかだな。忍び、忍びは大した攻撃じゃなくていい、サンダーでいいや、エアロでいいや。いくつあんだこれ、200とか。弱いは弱いよ、サンダーは300。ダメだ、ちょっとさすがに初期魔法は弱いか。ケアルラ2回だな。ここないよねアイテム。で6回、右側にアイテムがあんな。ちょっとめんどくさそうな位置にある。グリーンドラゴンが出てきた。こいつってさ、オニオン系落とさなかったっけ。ブリザガでいこう。でエアロガン、バイガン、1300とか、めちゃくちゃ食らうな。400全然効かねえんだけど、耐性ありすぎだと。500とか、魔法耐性が半端ない。ケアルだとないよ。じゃあこいつどうする、戦おう。フリーザバ、ただ3は大丈夫。237、いいね。こっちも魔法耐性はあるんだよ。買って
1600だ。すげえんだけど。しまった、下にケアルダを取られてしまった。で、弱点ないよ本当に。ちょっと一回ケアルダ唱えてライブラかけよう。敵を知ることから始まる。死んだ、ギリギリ死んだな。1万7000もあんのヒットポイント、弱点は特にない。終わってる。どうする、一回フレアかけよう。で、ハリーズ覚えてるかこいつは。フレアの力見ろ。フレアとさ、メガフレアってどっちやってるの。単品攻撃した時もう一回攻撃してみよう。ここはもうメガフレアも投入で、こっちはケアルダで自分を回復しよう。痛い、殴りが痛い。やっぱりメガフレア、2200か。大して変わんねえな。それだったらヘイストかけておいてもよかったけど、ちょっとやることがないな。下の2人が回復以外。それはミスるよね。回復はちょっと毎回ちゃんと入力しとかないとやられる。これは大丈夫。34に魔法が来る分には全く大丈夫だからね。感染有効度がない。倒した。3万かエリクサーで、右の宝箱から回収しよう。またクリーンドラゴン出てくるの、これ超めんどくせえんだけど戦うの。もうめんどくさすぎる。エリクサー、エリクサープラスにはなるか。さすがにそこまでのマジックは使わないからね。あいつ一体でクリスタルメイルだ。やった、ゲンジよりはクリスタルメイルの方が強いっしょ。そうだね。でちょっと待ってね、このまま下に行くと、そのまま次の回に行っちゃいそうだから一回左を経由しよう。敵が強えんだけども、ヒットポイントが高え。これエリクサーも使っちゃうのありだな。大量に手に入ったからな。でこっち左側グラシャラボラス、ブリザガはまだいけんねえ。6回かけて賢者1人だとちょっとね、きついはきついと思うんだよね。魔法が通らないと厳しい。でこれ取ってフェニックスか。ぶっちゃけフェニックスの方はいらない。動画クローン、じゃあ古代の動物で胸クローンが出てきたかな。700、さすがに魔法防御力はあんな。で7回、なんかこれ見よがしに宝箱が置いたんだけど、クリスタルヘルム、クリスタルヘルムしか攻撃力変わんなかった。そんなことないか、防御だけか変わったの。でフェニックスの動画クローン先制攻撃、これもいいや、戦うでいこう。マジックパー節約しよう。1万1000かめちゃくちゃ美味しいな。弱いのにクリスタルの盾はいらない。通る。さてここはちょっとブリザガ攻めていこう。で殴る。
雷。まあこれなりだな。雷連発されるときついかも。ブリザが意味ねえなこれ。結局1と2の攻撃でさ、トール倒せるからブリザが打つ分だけ無駄なんだけど、でこれ一撃で倒せるかって言ったら倒せないからね。ちょっと一回ケアル、あーがかけたかったけどな。ケアルダにしよう。これで900くらいは回復するのか。いいね、ハイポーション1個だな。クリスタルを取って、一応これでクリスタルシリーズが2つ揃うのか。ナンバーワンのクリスタルシリーズどこで手に入れたっけ、忘れちゃった。で、あ、ちょっと待って、これはもう一旦終わりだね。じゃあ宝箱回収したんで、ちょっと1回戻ってさよならで、セーブをして手裏剣を買えるだけ買おう。まとめて23個で、全部で25個。よし、これでいいや。でエウレカで回復したんで、まあ、テレポ1回分は使っちゃいますけど、地上に戻りましょう。これで一旦準備完了。では再びシルクスの塔最上階まで行きます。では8階ドラゴンっていうか鏡に触れんだっけ。かかったな。その鏡に姿を映した者は5匹の魔竜の呪いのかかに動けなくなる。魔竜の餌食になるがよい。久々に美味しそうな獲物だ。ゆっくり料理してやろう。美味しそうかっていうかさ、ここまで登ってくる獲物いなくね。動けない、しっかりしろ。どうが魂は不滅。魔竜の呪いを解くのは5つの光の心。5つの光の心を探し出してくるまで耐えるのじゃ。結構長そうだよね。今から探し始めるから。ナンバーワンたちが危ない。魔竜の呪いを解けるのは光あふれる心のみ。連れてってください。よくこんなんすぐ信用するような変なジジイが来てさ、人の部屋に入り込んでさ、女王様の部屋だぞ。このばあさんも、まあ、こいつはジジイ同士だから意気投合してくれるのか。こんなジジイごときに魔竜を止められるとは思えん。デッシュ死んでしまったのか。生きていたのか。見たことねえじいさんだな。応援の塔の修理が終わった。もう少しで冬大陸が爆発するとこだった。一難去ってまた一難。デッシュってどれくらいの実力があるんだろう。さ、こんなガキ連れてってさ、マジでどうすんのっていう。ナイフで刺されて死にそうになってたんだよこの王子様。魔竜を止められるとは思えん。そしてこの本当にただのジジイ。よし、わしが行こう。リーダーとかいるんだって感じだしね。デッシュ以外全員弱そう。魔竜を食い止めるっていうんじゃ、早くこの世を闇に変えてしまってはならん。よし、行くぞ。どこへ、どうやって行ったの。クリスタルタワー9階。ちょっと待って、もう一歩前に出たらまずいかな。セーブしよう、中断だけしよう。よくここまで来たな。もう闇はそこまで来ている。手遅れよだったようだな。ほほほ、死ねえ。お前は X ですか。エクスデスの原型だ。ここで手裏剣どうする。1個ずつ使う、1個ずつ使おう。でヘイストをかける。あ、ちなみにナンバー4はね、ちょっとイメチェンしてグラサンかけてます。
別にグラサンかけても問題ないでしょ。すえマジで、あの手裏剣はヘイスト関係ないはずなんで、この作品に関してはで、ヘイストはやっぱね5ターンくらいしか持たないんだよね。321よし。でどうする、ちょっと一回フレアを、フレアバハムで、まあ、フレアでいこう。フォーリー効くかな、攻撃に転ずる。21ヒット2600、1900、なんかヘイスト格段に強くなるっていう感じがしないんだよな。4700、強い。クエイクか、これでいくつ食らうか。特に上2人1200だな。これはケチらずケアルガで回復しよう。こいつメテオ使ってくっかんね。763全然効かねえじゃん。でバハムトはでケアルガでいこう。最初の手裏剣が結構効いてるからな。そしてフレアも意外に当たる。4300、サンダガでナンバー4は全然耐えられるから1100くらいが回復量。フレアにしよう。ホーリーが全然効かないからな。ちょっとバハムト一回召喚しよう。いや待って、一応ケアルダで食らった時のためのケアルダ倒した。いや手裏剣ほんと強い。25600か、なんかグリーンドラゴンより経験値少ねえなこいつ。グフ、私を倒しても無駄だ。暗闇の雲はもうすでに、全ては闇に包まれる。私は全てを無に返すためにやってきた。暗闇の雲、全てを闇に包み、そして光も闇も無に返す。まずは光の力を持つお前たちをこの世から消す。死ねえ。とりあえず攻撃しとこう。負け戦なんで。波動砲かっこいい。耐えた。こいつ相変わらず波動砲しか使わないのかな。なんか順番が入れ替わったんだけど、ナンバーワンが吹っ飛ばされて。ザンデが死んだから魔竜の存在も消えたのかな。死ぬな。どうがトウネの魂、私たちの魂を与えよう。一人二人分ありがとう。どうかね、まだやらなければならないことがある。ザンデの過ちにより光の力が弱まった。闇の力が増し、それが何かを作り出した。ザンデはその闇の力に操られていた。とても大きな力。私たちの魂はもうすぐ大きな魂と一つになる。行かなくてはならない。もう助けることはできない。お前たちだけが光と闇のバランスを元に戻せる。行くのじゃ闇の世界へ。二人の魂が消えていく。魂は死なんとか言ってなかったっけ。闇の世界へ行かなければ。よし、俺たちがやる。これさ、クリスタルタワーからどうやって帰るの。デッシュ出したわ。連れてこられたはいいけどさ、肝心の連れてきた二人が消えてしまったから帰れないんじゃねえか。というわけで、闇の世界へ来ましたので、今回はここで終了して、次回闇の世界やっていこうと思います。多分次回が最終回になると思います。とか言って FF1 それで最終回になんなかったからね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。